こんにちは、アムスタッフの小太郎です。今回はジエダ 21SS の T シャツをご紹介したいと思います。それでは一着一着紹介していきます。はい、まずこちらフェイスティ着用していました。サイズがフリーサイズでお色がホワイトとなっております。全体こんな感じです。はい、でサイズ感なんですけど、まあ、自衛隊っぽい身幅が広めで着丈が短くて、まあ、それ丈はこの肘の下ぐらいになるぐらいのオーバーサイズの T シャツとなっております。で僕の身長が170センチ、体重55キロでこのようなサイズ感ですね。で生地感なんですけど、今回のジェダの T シャツすごいヘビーウェイトの T シャツの生地になっているので、まあ、しっかりした生地感となっております。で、まあ、このように着丈の部分が、まあ、前身頃と後ろ身頃少しだけ長さが違うような作りになっています。なので後ろから見た時とかのシルエットもすごい可愛いシルエットだと思います。でもう一つ首の部分なんですけど、結構首の部分開いて作られてる T シャツになってるので、まあ、夏場とかネックレス今みたいな感じでつけてもらっても結構見えるようなちょうどいい首のフィット感だと思います。でグラフィックなんですけど、グラフィックが、まあ、名前にフェイスティとある通りこのように存在感のある顔が描かれたグラフィックとなっております。でここには、まあ、定番のジエダのパッチで縫われております。でこちらなんですけど、お色が2色ございまして、こちらの黒と今着てるホワイトでご用意しております。はい、で黒はこんな感じですね。全体こんな感じです。でサイズ感とか生地感は全部さっきのやつと一緒なんですけど、まあ、グラフィックのこちらの顔の部分が今回は白のグラフィックになっております。でこちら白と黒、お値段なんですけど、お値段が両方とも 12,000 円プラスタックスで、サイズがフリーサイズとなっております。はい、続いてこちらお色違いのネイビーの T シャツ着用していました。全体がこんな感じです。はい、でこちらもサイズ感と生地感は一緒で、まあ、お色が違うんですけど、まあ、表記はネイビーなんですけど、まあ、結構青に近いようなお色となっています。で今回グラフィックがこんな感じの赤いグラフィックがフロントに入っております。でこちらは種類が2つあって、こちらのグラフィックのものもご用意しております。でこっちなんですけど、こっちはグラフィックじゃなくて刺繍になっています。こんな感じの刺繍が入っています。でこちらにはさっきと同じパッチが縫われております。でこっちは普通にプリントのグラフィックとなっております。でこちらもお値段なんですけど、両方とも 12,000 円プラスタックスとなっております。はい、続いてこちらステッチワークボーダーティー、サイズ2着用していました。全体こんな感じになっております。はい、でこちらサイズ2で、サイズ感がまあ、さっきの T シャツよりかは結構着丈も長くてオーバーサイズなんですけど、そこまでさっきの T シャツほどはオーバーサイズじゃないと思います。で、まあ、特徴としてはまずこちらのお色なんですけど、まあ、何にでもストリートでもカジュアルでも何にでも合わせやすいような3色のボーダーが入っています。で名前にステッチという名前が入ってると思うんですけど、この前の部分がこのようにステッチが施されて、まあ、プレスされてるみたいな感じの見た目になっております。でさっきの T シャツよりも首元が結構このように締まった、しっかりリブがついたような形になってます。でこちら素材感なんですけど、素材感がコットンの素材感になっていて、まあ、このようにすごい肌触りのいい生地になっています。なんでご自宅での扱いとかも、まあ、洗濯も普通にできますし、すごい楽なんじゃないかなと思います。生地的に結構シワにもなりにくい生地だと思います。でこちらの
お値段がサイズが2でお値段1万5000円プラスタックスとなっております。はい、で続いてこちらのウエスタンベルトご紹介したいと思います。まあ、一応全体がこんな感じですね。でまあ、こちら毎シーズンすごく大人気のベルトなんですけど、当店また再入荷したのでご紹介します。でこちらは、まあ、なんといってもこのバックル、存在感のあるバックルとこちらのチェーンがすごい存在感があると思います。で、まあ、ウエスタンベルトなんでこの端の部分もこのようなデザインになってます。でこちらお値段が1万円プラスタックスっていうすごいお手頃な価格なんですけど、めちゃめちゃ使い勝手よくて、まあ、普通にあのベルトループに通してもらってつけてもらってもいいんですけど、この余った部分とかをまあこんな感じに垂らしたり、ほんといろんな付け方ができるので、すごい1個持ってたらめちゃめちゃ便利だと思います。でサイズとかもまあ穴じゃなくてこのようなメッシュの素材になってるんで、まあどこにでも通せる感じのベルトとなってます。なんでサイズとかも気にせずに全然買ってもらえるんで、ほんとレディースでもメンズでも関係なしにすごい使い勝手のいいベルトになっていると思います。はい、以上で着用終わりたいと思います。こちらの商品オンラインストアでもご購入いただけますので、よかったらチェックしてみてください。それから YouTube チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。 Instagram もやってますので、よかったらフォローしてください。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。